大道士がお待ちです。帰ったか、大道士。こちらへ。守備はどうであった？テンプル騎士団の秘宝は手に入れたのであろう？思わぬ事態で、ロベールは手勢を従えておりました。思った通りになったことなどあるか。あらゆる事態に対応するのが我らアサシンだ。今回は手に余りました。どういうことだ？面目ありません。秘宝は？失いました。ロベールは？打ち果たせず。お前の腕を見込んで、我らにとってかつてないほどの重大なこの任務をお前に任せたというのに、何の収穫もなく言い訳をしにおめおめと戻ってきたというか。しよ。言うな。もう何も言うな。なんということだ。直ちに別の一隊を編成せねば。いえ、この次は必ずや私が。えい、お前はもういい。邪魔をするな。マリクとカダールはどこだ？死にました。いや、まだ死んでないぜ。マリク。少なくとも俺はな。カダールは？死にました。貴様のせいだ。部屋から放り出されては戻りようがなかった。何もできなかった。思い上がりやがって。お前が警告を無視したせいだ。こんなはずじゃなかったのに。弟も死なずに済んだはずだ。お前のおかげで危うく失敗するところだった。危うく？アルタイルの尻拭いをしてきました。これをどうぞ。どうやら余計なものまで持ち込んでしまったようですが。大道士、襲撃です。村を十字軍が完全に包囲しています。ロベールが挑んできたか。よかろう、受けて立つぞ。行け、皆に知らせよ。応戦の準備にかかれ。アルタイル、話はまた後にするとしよう。直ちに村へ降り、侵入者を撃退するのだ。マシャフを守れ。承知しました。記憶を早送りして他の場所に送ります。はい、ハロフリチと申します。よし、村を守れということでやっていきたいと思います。アサシンクリード、みんな向かってるね。ここにもう犠牲者がいるんだね。お、アルタイル、いいところに来た。手を貸してくれ。何が起きたんだ？奴らだ。テンプル騎士団が村を、村の人間は大方逃げ出した。でも全員じゃない。俺は何をすればいい？お、騎士団の注意を引け。その間に俺が村に残っている連中を助け出す。任せてくれ。任せたまえ。じゃあ行ってくるよ。上アサシンブレード、下素で、右の剣。お前ら大丈夫か？俺のリンク左上のやつ結構減ってるんだよね。なんでだ？ん？戦ってる。テンプルは赤いやつか、目の前にいるやつか。来い。おお、やめろ。何をやってる？うん。踏み込む。よいしょ。R1 で防御耐性って書いてあった。あ、ほんとや。これ3って4と全然違うんだね。3知らないけど、4と違うな。ボタンを結構必要とするな。よし、あの空中切れなんだって言ったぞ。このハゲ、この野郎。よし、ハゲは死んだ。痛い痛い。
これなんかの癖で俺丸押しちゃうんだよな。なんでだ。あ、痛い。おいおいおい、ここでいい。よし、こいつ矢で死んでるんだよね。あいつら矢使ってこないじゃん。ちょ、お前ら多い。うん、この野郎押し続けて強行撃。あ、おい、敵だ。敵だ。ちょ、お前、急に来んなよ。よし。よし、走るか。あ、戦ってる。アサシンを止めろ。あ、俺ずっとアルマン殴ってたけど、一回押したらいいんだ。ちょ、待って、どっか来た、お前ら。どっか来た。あそこのアサシンは戦ってたじゃないか、お前ら。許さんぞ。あいつは生きてるんだよな。アサシンがやられた。アサシン弱すぎるだろ。あ、びっくりしない。よし。これはね、テンプルにやられるわ。お、お前ら強いな。あ、めっちゃテンプル来たんだけど。ちょっと記憶を早送りして他の場所に送ります。うわ、気になる、気になる。何があったんだよ。戻ってきてんね。じゃあこっち、ここ。お、アルタイル、来い。大同士様からの命令だ。どこに行く。上だよ。連中にとっておきのものを用意した。言う通りにしてくれ。へいへい。君はきっとすぐにわかるさ。こいつら基地あるんだな。じゃあまだこの時のアサシンの地位は結構いいものなんだな。4ってこういうの出てないよね。自分のアジトくらいだよね。その台に立ってくれないか、アルタイル。どれ。アサシン、悪魔兵、我らから盗んだものを返すがいい。あれは貴様のものではない、ロベール。これ以上自らの軍勢を減らされる前にさっさと退くのだ。遊戯か何かのつもりか。何を言うか、遊戯ではないぞ。そう言うか。人質を連れて参れ。ん、ああ、殺すなよ、お前さ。人質じゃねえぞ、それは。貴様らの村は怪人に来し、無尽蔵の蓄えもない。貴様らの砦は内部から瓦解するのだぞ。食料がなくなり井戸は枯れ、それでも規律を保てるか見させてもらうとしよう。我が弟子は死を恐れぬよ。死は名誉である。歓迎すべきものなのだよ。よし、ならば好きなように死ぬがいい。こっちだ。黙って俺についてきてくれ。どうすんの。そなたら真の勇気がどんなものか見せるがよい。神のもとへ。イーグルダイブ。R1 と罰をしながら端に向かっている動かし、イーグルダイブをします。鳩がいる場所ならこのジャンプができます。ヒュー、出た。足が、まあ、失敗したか。静かに、騎士団に見つかっちまう。アーメン。あ、俺こっちじゃないじゃん。どこ行くの。手当てをする。君は先に行っててくれ。あそこのロープで上に登り、罠を動かしてほしい。行け、頼むよ。敵をやっちまうぜ。間違えた。
間違えた。足が、こっちからか。あれ？静かに。道どこやの？騎士団に見つかっちまう。私着とかって書いてあった。あ、これじゃねえ。これ、え、こいつの手当てをする。君は先に行っててくれ。あそこのロープで上に登り罠を動かしてほしい。行け、頼むよ。ロープ、敵をやっちまうぜ。ロープで上に渡る。ほう、あ、あったあった。これかな？これかな？おっと、危ない。また無用心に死ぬとこだった。で、罠、壁を登る。 R1 と×をしながら壁の方向に、移動を押すと壁を走ります。あ、しゃ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 。これは時間がかかるな。足が、マジか。お前マジか。足が、静かに。騎士団に見つかっちまう。もう失敗許されんぞ。戻りすぎる。こいつの手当てをする。君は先に行っててくれ。あそこのロープで上に登り罠を動かしてほしい。行け、頼むよ。まあ、勢いよく行き過ぎたんだよな。大丈夫だ、心得ている。これ一回押したらいいんじゃねえの。止まり、よし。これは掴んで上に乗るか。で、こういって、こっちだな。あとはこのポツポツを伝って上に登り、届くか、届いた、よし。で、こっち移動して上がると、なんでっけ、攻撃。おお、他の場所に送ります。ロベールに随分と痛手を与えたな。敵は撃退した。あの調子では当分我らの邪魔はできまい。さて、撃退に成功した理由がわかるか。我に従った。ソロモン神殿でもそうすべきだったぞ、アルタイル。あのようなことは避けられたのだ。やるべきことを行いました。バカな、知っているのだぞ。マリフからお前の振る舞いについて聞いたぞ。掟に背いた行動をな。何をされます？アサシンの掟、従わない者は報いを受ける我らの掟があるだろう。たった三つだぞ。お前が忘れたというなら思い出させてやろう。最初にして第一、何時己の剣を。罪なき者に振るうな。知ってます。良いか、命じられるまで口をつぐんでいるがいい。この掟を心得ていたというのなら、なぜ神殿で置いた門番を殺した。罪なき者だ。殺す必要はなかったものを。お前の傲慢にも程があるぞ、アルタイル。いっそ心を入れ替え謙虚になるか。さもなくばこの手でその肉体を引き裂いてくれよう。我らの力は鞘の中の刃。
掟の2番目だ。民衆に紛れどうかし彼らと一体になって行動するのだ。覚えておらんか。お前はわざわざ目立つ行動を取ったそうだな。敵に存在を知らせてやった。第3は最後の掟。兄弟を危険にさらすなかれ。これを破るのは最悪の裏切りだ。それすら忘れたのか。マシャフに決して危害をもたらしてはならん。何があろうともだ。お前の勝手な行動により同行した仲間は殺されてしまったのだ。それだけでない。この砦にまで敵を導いた。幾人もの兄弟が失われた。お前が知らせたのだ。残念だ。残念ではあるが、裏切り者には我慢ならん。俺は裏切り者じゃない。お前の行動が証明した以上、わしにはこうする以外にない。安らかに眠れ、弟子よ。ほう、ということで、称されたのかな。他の被験者とは比べ物にならんくらい高い適合率じゃないか。もう止めましょう。入ってる時間が長すぎます。山田だ。求める記憶はまだまだ先だ。無理はできません。 1,2 時間なら大丈夫だ。その件は会議室で話しませんか。デズモンドを少し休ませましょう。そんな必要はあるものか。博士お願いです。よかろ。自由にしていいんだね。よし。まあ、とりあえずあいつらのもとい。なんだこれ。プリーズ。あれ？あれ？ん？視点変えれる。事故のせいで急いでるのは分かります。こっちはこっちかな。彼を失ってしまったら何もかもが手に入らなくなります。未だ何もないのだぞ。博士、少しは信じてください。ならもっと長時間の試験に耐えられるよう何か方法を考えたまえ。ちょっと疲れるたびに休ませては違うか。無意味な記憶をたどっているだけでも腹立たしいというのに。全力でやります。またあるね。着替えることもできないのか。着替えられないのか。今日はおしまいだ、マイルズ君。部屋に戻って休息を取りたまえ。はいっす。俺の部屋これっぽいな。お、ダブルベッド。くそ、ドアをロックしたな。なんで閉めるんだ。え、真ん中に行けばいいのに。お、ネクストデイ、次の日。おっと、ゾッとしないぜ先生。あんたが枕元に立ってるなんて、俺の寝顔でも見てたのかよ。私たちは常に君を監視している。さあ起きたまえ。今日は誰を殺すのやら。そう傲慢になるものではない、マイルズ君。君の先祖の考え方はまあまあ正しいじゃないか。数千人を救えるなら数人の死が何だと言うんだね。ましてや相手は悪人だ。まあまあ正しい。
爪が甘かったということだ。いけんあっちに。シンプルな例えだが、腐敗とは癌のようなものだ。腫瘍を切り落としても元を絶たなければ時間稼ぎにしかならん。つまり包括的に、なおかつ徹底的に処置をしなければ真の変化はありえんということだ。ではどうすればいい。大衆に教育を施すことだ。しかし簡単なことではないし、それができるとも限らない。その口ぶり、あんたにはもっといい考えがあるんだな。一体なんだ。そいつはじきにわかる。うん、まず曇らせたな。じきにわかるんか。多分忘れるぜ俺。じきにわかること忘れると思うよ。じゃあ今回コマにしたいと思います。